管します。次は電車事業所前、電車事業所前でございます。携帯電話やスマートフォンなどをお持ちのお客様にお知らせいたします。優先席とその前のつり革の位置は電源をお切りいただくか電波を発信しない状態に設定の上ご使用をお控え願います。またそれ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話はご遠慮ください。皆様のご協力をお願いいたします。 The next stop is 電車事業所前。次は2016条馬場地下小児地下診療室前でございます。実際は大人が必ず子供を入れてください。小銭をお持ちでない方は早めに両替願います。 IC カードへの展示は警察中お早めにお願いします。事故防止のため救急車ということもありますので、次車をお持ちください。Next stop is 2016条. Fares are 170 yen for adults and 90 yen for children. 次は2016条を回ります。Bye.
1011条でございます。山肌動物病院および左下の山肌を平らな点で自分の健康管理健康相談見舞い内科小児科医院でもこちらが便利です。公共職業安定所は健康でおよそ150m のところです。お子さんが通常の道路を利用する場合は事前に乗務員にお申し込みください。The next stop is 1011条。次は1006条でございます。中央大会議員及び高松県議会議員でお越しの方はこちらの電車です。国政係が高等学校でもこちらが便利です。定期券は正しく提示されます。お体の不自由な方やお年寄りに席を譲りましょう。携帯電話やスマートフォンなどをお持ちのお客様にお知らせいたします。優先席と車内の切り替えの位置は電源をお切りいただくか電波を発信しないと対応できていますのでご使用はございません。またそれ以外の路線はマナーモードに設定するのでこちらがご注意ください。次は1年の目標でございます。次は西15丁目、西15丁目でございます。耳、鼻、喉、いびきの相談に音も追加するのです。料金は大人170円、子供90円です。お手にお持ちでない方は早めに両面
15丁目でございます。お客様、西伊豆で停車になります。The next stop is 西15丁目。Boo!